はい、どうもこんにちは、シークレです、今回も電波人間 RPG フリーやっていきたいと思いますけどね、あれからね、レベルがね、下がってるやつの、なんていうの、キャラをレベル上げして、開きをね、なくしました。で、ミノもね、まだ入ってるけど、もう、外してもいいかなっていう感じですね。ミノはね、特技がお宝なんで、お宝ザクザクなんでね。まあ、たまにね、お宝探しの時に連れて行ったらいいかなと思うんですけど、もう、メインではね、もう連れて行かなくてもいいかなっていうぐらい、みんなレベルが上がってきましたね。特に、クーもね、レベルが最初低かったけどね、だいぶ育成してね、アタッカーとしてね、成長してまいりましたよ、これ。いい感じで。で、もうみんな復活、捕まえる。みんな全部回復。これレベル90だからね。だいぶパワーアップしました。ただね、まあ今から行くところはね、もうちょっと上げないかんかなと。全体的に。ちょっと下がってるやつを上げてたんでね。まあこういう感じで行きますよ。冒険者への電気の試練。電気の強いやつが出てくるぜ。これ迷路になっとんかな。比較的すぐ出てきよったんやけどな、ボスが。あ、やっぱおるね。試練系はあんまり、なんていうのかな、ダンジョンが、こう迷路みたいになってないわ。Hey you! 良いところに来てくれた。ガールフレンドに華麗なダンスを披露したくてね。おう、戦いという名の練習に付き合ってくれないか。ペンギンバイキン。怖いな。ペンギンロードの色違いみたいな感じじゃ。パープ版か?さて。とりあえず、みんなの敵。捕まえるはいけるんかな?さすがになんか無理そうやな。よし、あとはもうオートで。重いな。すげえな、やっぱ。これは強いぞ。よし、みんな無敵。もう一丁。全回復。いった、全回復いった。これで、いけそうだ。雷を吹かせる。うわぁ、完全したな。これ、動けんくなるかな。これ直した方がいいんかな。強いな。ペンギンバイキング強いわ。その前のやつが比較的楽にね、倒したから。甘く見とったな。なかなか強いわ、これ。その一個前のボスとえらい違うな。ジャイアントスイング。おー、913。もう1000近くやってくるな。うわぁ。ナイス。オッケー、タケル頑張ったな。おぉ。あ、来た、サンダーストーン来たよ、これ。やーべぇ。うおぉ。やばい。もう一発来る。うわ、マジした。ちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってくれよ。やべえぞ。回復係がマジした。全部回復係が。まだしようか。まだかましてきょうだ。毒と泥が頑張ってくれよけど、うわ、まだ。
星みんな復活。これ全体がすごい強いね、全体攻撃が。単発も強いけど。うわ、間違いなく今まで戦ったボスで最強やわ。今まで戦ったボスの中では。超やべえな、これ。どうしよっか、これ。ニノも頑張ってくれよ。ラストヒール。え？回復しやがった。やべえ、戦略損くる。うお、強すぎるやろ。やばい。頼む。ミノ耐えろ。耐えろ。みんな耐えろ。よし、巻き直し。うわ、またこれ巻きしてくれないか。こいつと戦う場合は、麻痺対策した方がいいかもしれないね。おぉ、耐えろ。おし、みんな勝ち。うわ、なんとか、なんとか持ち直した。なんとか持ち直しましたよ、これ。おぉ。あともうちょいや。うわ、アンテナパワー。回復はできねえ。頑張れ。あともう少しだから頑張れ。うわ、活躍はまた死んだ。むちゃくちゃ強いわ、これ。ペンギンバイキング。復活役は二人ともしんどんか。ここで、ミノもやられた。復活したと思ったらすぐみんなやられてしまう。うわ、これまた麻痺か。このまま一気に攻撃行った方がいいんかな。一応、念入れて、復活役だけ、復活させるか、復活くするか、完全復活する。ギリいけそうか。押し倒した。毒のおかげで助かったな。めちゃくちゃ強い、これ。強かったな、ペンギンバイキング。ヒーローマントルタワー。ステージクリア。なんとかね、ステージね、クリアできました。ペンギンバイキングね、めちゃくちゃ強かった。今まで戦った中で一番強かったです。戦闘時間約18分ぐらい。ということでね、次のまたね、強敵をね、倒しに行こうと思います。今回はね、これぐらいで終わりたいと思います。電波人間 RPG フリー、ゲーム実況、シリカブでした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。